おはようございます。屋上ファームひろです。お久しぶりです。今はこんな感じになってましてですね、まあしっちゃかめっちゃかでございます。これは茎ブロッコリーですね。もうぼちぼち終わりかなっていう感じなんですけども、まあそれでもまだまだいろいろ咲いてますね。でこちらが春菊、もさもさしております。で、まあ、ちょっとねこちらキャベツですね、ちっちゃいけどできてます。そしてこちらは白菜、ちょっと上溶けちゃってますけどね、なんかとんがってますね、なんかやばいですね。これはもう多分とう立ちしちゃうのかなって思うんですけども、なかなかあの食べる機会がなくてですね、ちょっとあのこのまま成り行きを見守ってる状態ですね。芽キャベツ、芽キャベツが結構美味しくてですね、ちょこちょこ取って食べてます。ちょっとちっちゃいけど、もうすごいあの楽しませてもらいましたね。この上のやつ食べれるんですかね。あ、菜花が、白菜の菜花が咲いちゃってますね。まあ、またこれはこれで美味しく食べたいと思います。でこちらが、まあ、株ですね。まあ、これもちょこちょこ取って食べてはいます。この間お鍋に入れて美味しかった。ね、油虫がやばいんですけども。これは人参ですね。でこれ、ああまたこれ、またおったおったおった。これが下仁田ネギが。すごいずんぐりした格好になってますね。で大根、大根がねちょっと収穫しそびれたやつで一時へなってなってたんですが、また復活を遂げておりますね。まあ、ねちょっとまた食べる予定はないんですけどね、油虫もついちゃってるしね。土の再生もしたいんですけども、まあ、なかなかね気力が湧かん。これはローズマリーです。ローズマリーが可愛いお花がついております。んでこれがなんだっけ、なんだっけ、もう忘れた。みょうが、みょうがはもう多分この中に地下茎が眠ってるはずですね。また春ごろにニョキって出てくると思うんですが、またこれほら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 、まだおる。あんまよ、ようけおるわ、やばいわこれ。はあ、やっぱりうちはカタツムリの呪縛から逃れられない。んでこれは、あ、これはニラですね。ニラが一旦枯れてでまた伸びてきてますね。雑草と間違えそうなんですけど、まあ大丈夫でしょう。で、もう一つ大きくなっているこれはニンニクです。でこちらがスナップエンドウですね。あの冬越しというか、もうどんどん普通に冬からもう伸びて伸びてですね、今はこんな感じで2メートルを越してますね。上の方でめちゃめちゃなってますね。いやーこれは嬉しい。もう今年はスナップエンドウ大成功でございました。ね、すごいたくさんなってるんですよ。もうほんとお腹いっぱい食べさせてもらいました。まあ、またちょっとねうどんこが出たりもしてるんですけれども、もう追肥とかもしてなくて、ほんと放置気味ですね。それでもまあまあ育っててびっくり。もうね足元こんなちっちゃいんですよ。これ35センチぐらいかな、35センチぐらいで、まあ、高さも10センチそこそこのこんなやつなんですけども、まあねバッチリ育ってくれました。いやありがたい、ほんとありがたい。
あとこちらストロベリースピナッチ、覚えてる方多分いないと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、あの丸っこく種まきをしたんですよね。まあ、それがもうなかなか出ないなと思ってたんですけども、いやなんか1ヶ月以上越しぐらいでやっと出てきました。正直もうダメだなと思って諦めてたんですけども、いや本当嬉しいです。よかった。ちょっとこれ雑草なんでね、雑草は抜いときましょうね。あとはこれは玉ねぎの苗ですね。植えよう植えようと思いつつ植えれてない。で横にあるこれはスナップエンドウのこぼれ種みたいなもんですね。今になってちょっと成長を始めてますね。面白いですね。であとこれが土作りをしてる最中のやつですけども、どうなってんだろうなこれ。よいしょ。おこんな感じですね。これをまた種まきとかに使っていければと思ってます。そろそろね始めていかないと。はい、以上現場からお伝えいたしました。またぼちぼち始めますんでよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。